アーセナルディフェンスジンチェンコと富安武博の違いがこちら。現地メディアはジンチェンコについて、最高の状態であればサイドから中央に流れ、試合を支配してくれる存在だと評価している。その上で同メディアは富安について、ジンチェンコのようなプレイメーカーではないものの、堅実な守備をこなし、1対1で簡単に負けず、空中戦に強い点がジンチェンコを上回ると評価している。どこ見ても高評価だけど、先発じゃないのはなぜ？もし富安がスタメンで出たら富安が固定になる。スタメンは嬉しいけど怪我が心配だ。万全なら普通に富安の方が良い。富安がベストならベンチに置く理由がない。スタメンで見たいけど怪我が怖い。アルテタの中では富安の体調面への考慮があるんじゃないかな。アルテタは富の実力を分かった上で判断してるので焦る必要はない。ほぼ確実に出番は増えてくると予想。ジンチェンコ個人の出来の問題というより、単純にライスとジンチェンコが合ってない。ジンチェンコと富安は矛と盾。今後も使われるだろうけど、途中からっていう流れになるだろう。上位のチームにはスタメン富安、下位のチームにはジンチェンコがベストな気がする。アーセナルは固められた相手には特に弱いからね。どのポジションもこなせるし、どの能力も高い。ただ怪我の心配がある。本当ジレンマだよな。